私も子供ながらにそうでした。そんな生活が当たり前だと思っていたからこそ、誰にも相談できず、おかしいな、おかしいなと思いながら、一人でその悩みを抱えていたんです。どうか、以前にそのような家庭で育った方々、もしくは今子供の方々、一緒にちょっとこれおかしいんじゃないかなって考えてみてはいかがでしょうか。皆さんの周りにも、ちょっとおかしいと思うことってたくさんあると思います。だけど、本当に一番大事な家族という単位、私たちが生活していく上で、私たちが生きて幸せを享受していく中で、最も大事な家族というその単位の中で、すごくおかしなことが起きているんです。世界はこれにもう何十年も前に気づいて、離婚をしても共同親権という制度の名のもとに、ちゃんとお父さんお母さんが子供の成長を見守り、子供のために育てようねという制度を作り上げました。しかし日本ではまだその制度がありません。両親が離婚をすると子供はどちらかの所有物になってしまい、親権制度を争うために裁判が開かれ、そしてその裁判で子供を人質に養育費を払いなさい、そのようにしてお金が取られるわけです。そしてそのお金は弁護士さんに取られてしまいます。一部取られてしまいます。そういったおかしな仕組みが日本の世の中にはあります。私は自分自身が子供の頃、両親が離婚し大好きな父親に会えなくなり、その頃から20年以上経ってようやくおかしいということに気づきました。私のようにこの20年、25年何も知らずにただただ苦しみを抱えて育ってきた子供をもう一人でも増やしたくないんです。だから今日横浜に来てたくさんの人たちにどうか1秒でも長く話を聞いてほしい、そう思ってやってまいりました。そして貴重な時間をいただいてお話をさせていただいているんです。どうか皆さん一体何の話をしているんだろう思われるかもしれません。でもちょっとだけ足を止めて聞いてくれたらすごく嬉しいです。横浜は国際都市、そのように言われていると思います。私もそう思っています。横浜大好きです。おそらくそんな横浜の中にもたくさんたくさん母子家庭、父子家庭で辛い思いをしている子供がいて、実の親に会えずに悲しい思いをしている、そんな子供がたくさんいます。そして実の子供に会えないお父さんお母さんというのが必ずいます。国際都市横浜、絶対にそんな人を作り上げてはいけない、私はそう思っています。世界から日本のこの制度はおかしいおかしいとずっと言われ続けているんです。だけど声を上げる人が少なく、この問題を知っている人が少ない、ただただ知っている人が少ないというだけで、子供はずっと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 まだ犠牲になっています。もしあなたの子供が苦しんでいたら手を差し伸べようと思わないでしょうか。おそらく自分の子供がいじめられていたら、その親はその子供を救いたい、そう思うはずです。みんな同じです。子供が実の父親に会えず片親家庭で育つと、子供はその後どれだけ辛い人生を生きるか、それを知ってほしいんです。学校では自分の家庭で何が起こったか、それを話すことができません。心の中にしまい込んで、そうして友達ができず心を開いていけなくなるんです。私は小さい頃、10歳の頃に母親が離婚し、12歳の頃に連れ去られてしまいました。そして義理の父親のもとに、その家のもとに暮らし、その義理の父親は毎日毎日のように私に暴力を振るうようになりました。母親と父親は、義理の父親は毎日のように喧嘩をし、私は
その健康を毎日毎日止める、そんな日々でした。その健康が途切れた限り、実の母親からも暴力を受け、君の父親からも暴力を受けて、だけどその暴力にめげず、その健康を止める毎日でした。私には弟がいました。その弟はずっとずっと夜中中耳を塞いで、両親の喧嘩の声が聞こえないように震えていました。その弟を助けるために、私は実の母親と君の父親、その喧嘩を毎日毎日止める、そういう生活をしていました。行けたかったです。正直に行けたかった。でも私は実の父親のもとに逃げることは許されなかったんです。なぜなら日本の制度がそれを許さないからなんです。結局私はその家から二度目の連れ去りというのを受けて、地元に戻ってくることになりました。あまりにも義理の父親の暴力がひどく、その家から母親によって連れ出されてしまったんです。監督親権という制度、皆さんご存じないと思います。しかしその制度によって子供は自分の意思とは関係なく、あっちへ行ったりこっちへ行ったり、親の都合によって振り回されてしまいます。私はある日いきなり叩き起こされて、段ボール一箱渡され、これに荷物を、大事な荷物をまとめろと言われました。一体誰が怒ってるのか分からず、大事な荷物をまとめたら、これを持ってもう家を出ていくと、そしてもう二度とここには帰らないと言われました。想像できるでしょうか。朝目が覚めたら、もうその家には帰らないと言われ、荷物をまとめて家を出てかなければいけないんです。それまでの友人関係、サークル、学校、すべて失って、住んでいた家もすべて失って新しい土地に行かなければいけないんです。大人はいいかもしれません。ただただ引っ越すだけでいいかもしれません。でも子供は親によって連れ去りを受けると、人生すべてがリセットされてしまうんです。それを許しているのは、今皆さんに周知活動をしている単独親権という制度のせいなんです。皆さん、今日はこの単独親権、共同親権という言葉に少しでも違和感を覚えて、なんだと、これは一体何の話だと少しでも覚えてくれたら嬉しいです。この単独親権という問題のせいで、日本では実の親に会えない子供たちが毎日毎日数百人生まれています。親の離婚に伴い、子供はどちらかの親のもとでしか育つことができないんです。親はどちらも子供の親権を得ようと争いを起こします。その争い、本当にいりますかね。共同親権という制度になれば、父親も母親も離婚をしてもちゃんと子供のために子育てができる、心配もできる、守ることもできる。だから争いなんて起こりません。しかし今の日本ではですね、皆さんも知っている通り、離婚をすると子供はどちらかの親が親権を持つんです。どちらかしか持てないから、子供の親権をめぐって争いが起きるんです。この争い、親はただ所有権を争うだけですけれども、子供にとっては人生がかかる、人生が失われる、そんな争いなんです。親のいない人生、皆さんは想像したことあるでしょうか。これはとてもとても身近な問題です。子供は両親の愛情を受けて育った方が絶対に幸せになります。しかし日本では親が離婚をした、ただそれだけの理由のおかげで、両親から愛情を受けて育つことができなくなってしまうんです。子供のために両親から愛情を受ける、そんな国
りにしたいではありませんか。離婚をしてもしなくても子供は両親から愛されたい、親だって子供を愛したい、当たり前のことです。だけど今は子供が単独親権という制度のためにどちらか一方によって奪われてしまうんです。最近はシングル家庭の親によって子供への虐待が起き、死亡する事故まで毎日のように起きてます。一人親の家庭はそれはもう大変です、当たり前です。二人で育ててても大変なのに一人で育てているようですからもちろん大変です。じゃあ二人で育てればいい、両親がちゃんと愛情を子供に注げばいい。そのために私たちは共同親権という離婚をしても子供がちゃんと両親の愛情を受けて育つ、そんな制度に変えていこうと今日特別に全国から横浜に集まり、この国際都市横浜に住む皆さんに届けたい、知ってほしい、そして一緒に子供を愛する社会に変えていきたい、それを知ってほしくて来ました。私は子供の頃両親の愛情を受けて育つことは叶いませんでした。大好きなお父さん子だった私が父親と一緒に暮らすことはできませんでした。でもしたかった、お父さんと一緒に遊びたかった、ボールを投げたりボールを蹴ったり学校の相談をしたり友達の話をしたり、両親揃って遊びに行くことだってできませんでした。会いに行きたいといえば投げられるんです。そんなおかしなことに私は気づかず殴られることが当たり前だと思ってました。離婚をして母親のもとに暮らし父親と会いたいといえば殴られる、それが当たり前だと思ってたんです。でも言いたくなる時があるんです。お父さんどこ、お父さんに会ったらいけないの、つい言ってしまうんです。やっぱり殴られるんです。でも殴られるって分かってもやっぱり言っちゃうんです。だって会いたいからなんです。どうしてダメなんでしょう。だけど私はこれを当たり前だと思ってたんです。なぜならみんながそれを当たり前だと思ってるからなんです。当たり前だと思うのもうやめてください。もうやめましょう。子供はみんなの当たり前によって今苦しんでます。現在進行形で苦しんでる子供たちがたくさんいます。一人親家庭の問題、これは貧困問題なんかが問題なんじゃないんです。親と会えない、親と会えずに苦しみ、親に会いに行くことも禁止される、それが問題なんです。愛情が与えられない、それが問題なんです。私は両親が離婚して母親のもとにいわゆる母子家庭の家庭で育ちました。母親は働くことができず、私の弟は知的障害でした。だから働くことができず家計は0円でした。収入、世帯収入は0円でした。でも自分は辛くありませんでした。お金がなくても子供は辛くありません。しかし親に会えないことはどれだけ辛いことか。親に会えないことを友達に説明しなきゃいけない、これがどれだけ残酷なことか。皆さん親の立場の人たち、ぜひ少し考えてみてください。自分は幸せな家庭かもしれない、でもあなたたちの大切な友人たちは今一人で子供を見ているかもしれない。その家庭では子供が幸せそうな顔をしていても心の中では悲鳴を上げている子たちがいっぱいいるんです。それが母親家庭の子供たちなんですよ。やめましょうよ。
人生、そういう経験をしてきました。だから本当に純粋な気持ちで子供たちを助けたいんです。シングルマザー、シングルファザーと言われる人たち、一緒に手を取り合って愛情を子供に育てていきましょう。そういう風に伝えていきたいです。実際に今そういった活動をしています。ここにいる人たちは、今皆さんにチラシを配っている人たちは、みんな子供を愛する人たちなんです。そんな親の皆さんが集まって、子供のために、家族のために幸せをたくさん作ろうよって、そういう活動をしています。なぜなら今の日本の単独親権という制度では、家族が離婚をする、たったそれだけで争いが生まれるからなんです。そんな社会を変えていきましょう。私は子供の頃、知らない間に母親が離婚し、知らない間に母親が再婚し、連れ去られました。連れ去りという言葉知っているでしょうか。子供の意思に反して、一方の親が強引にその家を出て連れていく、そんな行為です。私は突然たくさんの友達を失い、たくさんの思い出の品を失い、それまで住んでいた慣れ親しんだ場所を失いました。アイデンティティなんて当時の私にはありませんでした。全て失いました。人生が否定された気持ちになりました。私はある時病院に行くと、知らない名前を呼ばれました。いつの間にか母親が離婚し、名字が変わっていたからです。そしてさらに知らない間に母親は再婚し、また名字が変わっていました。これは私の母親が私を連れ去って、最高の愛のもとに暮らし、父親と、実の父親と会えなくなった、そういった歪んだ制度によって起こされた悲劇です。同じような知り合いがたくさんいました。家庭が大変だと、子供はその家庭に帰りたくなくなります。夜の街に住み着くようになり、非行に走り、犯罪に巻き込まれ、そして家族はもっともっと崩壊します。そんな家族を作り上げる単独親権という制度はなくなった方がいいんです。日本は共同親権という制度をずっとずっと無視し続けてきました。それによって一番辛い思いをしているのは子供です。私は人生、子供の時代を全て失ってきました。そんな私が今ここで皆様にお伝えできるのは、ある種すごく幸運なことだと思っています。おそらくこの横浜の地にもシングルの家庭に育つお子さん、親御さん、たくさんいらっしゃると思います。一人親家庭がどれだけ辛いものか、少しでも知ってほしいと思います。実の親に会いに行く、たったそれだけの当たり前のことを、今の日本の単独親権という制度が邪魔しています。私は小さい頃、実の別れたお父さんに会いたいといえば、それだけ叩かれていた、殴られていた、それが当たり前だと思っていたんです。今やっとそれが異常なことだって気づいたんです。そしてその原因が日本の単独親権という問題だと今まで気づいたんです。世界はこれがおかしいということに何十年も前から気づき、共同親権という両親が別れても別れなくても、ちゃんと二人で子供を愛していこうね、育てていこうねという制度に変わりました。当たり前のことです。
証拠親権制度の問題について周知活動を行っています。日本は離婚後単独親権制度を取っている国です。諸外国先進国のほとんどは共同親権という制度を取っています。単独親権制度は離婚したときに片方の親に親権を与え、片方の親は親権を失う制度です。親権を失った親は子供と1ヶ月2時間しか会えなくなります。もしくは全く会えなくなります。これは子供にとっての虐待ではないでしょうか。僕は自分の子供を助けたい、亡くなる子供を助けたいと考えています。ぜひこの問題を知っていただき、今後皆さん他の人にも伝えてください。そして選挙があったときには共同親権、共同看護、共同療育といったキーワードを使っている政治家さんに投票をお願いします。日本は1994年に子どもの権利条約に批准しています。子どもの権利条約の中には第9条、親と引き裂かれない権利があります。この権利を日本は守っていないとして国連から勧告を受けています。子どもの権利を守るためにも離婚後の共同親権制度が必要です。ぜひこの問題を知っていただき、今後ご協力をいただきたいと考えます。僕の子供は1年9ヶ月で父親である僕と5時間しか会えていません。朝鮮の調査官調査でパパに会いたい、パパと遊びたい、パパに会えなくて寂しい、勇気を持ってこの言葉を発してくれました。しかし僕はこの言葉に答えることができません。これは日本の単独親権制度、そして裁判所の運用に問題があるからだと考えます。諸外国先進国は30年の前に共同親権に法改正しました。日本は30年経った今でもまだ単独親権制度のままです。昭和、平成、令和、この時代にまだ単独親権制度という時代遅れの制度を取っています。子どもの権利を守るため、未来を守るため、制度の法改正は必ず必要です。子どもたちの未来を守るためにもぜひこの問題を知っていきたいと思います。ぜひビラをご覧いただき、この問題について知っていただきたいです。本日は日本の親権制度の問題について周知活動を行っています。日本は離婚後単独親権制度を取っている国です。先進国、諸外国でこの離婚後親権制度は共同親権制度を取っている国がほとんどです。約30年前に法改正をした国がほとんどです。30年経った今、未だに日本は離婚後単独親権制度を取っています。単独親権制度は離婚時に子供を親権を片方の親に与え、片方の親から親権を奪います。奪われた親は日に1回2時間した子供と会えなくなる、もしくは全く会えなくなる、そういう法制度です。これが子供にとって最善の利益と言えるでしょうか。僕はこれは子供への虐待だと思います。子どもへの虐待が普通に行われている国、日本、これは国際問題にもなっています。国際結婚が増えている今、離婚した際に子どもを連れて日本に帰ってきてしまう、そういったお父さん、お母さんがいます。これは共同親権の国でいうと拉致誘拐の犯罪です。2020年7月、欧州議会で批判決議がされました。686票、圧倒的少数で批判決議されました。これは日本が離婚の人権制度、単独人権制度を取り、子どもの権利を優先していないから批判を受けています。1994年、子どもの権利条約を批准した日本、しかし現在、子どもの権利を守っていないとして現状、国連から勧告を受けています。子どもの心を守るため、子どもの未来を守るため、親権制度の法改正は必ず必要です。ぜひこの問題を知っていただき、ご協力いただきたいと思います。
本日は離婚後の親権制度について周知活動を行っています。ぜひ足を止めていただき、この問題について興味を持っていただきたいです。3割が離婚する時代、他人事ではありません。突然子供と会えなくなる、子供が突然親に会えなくなる、おじいちゃんおばあちゃんが孫に会えなくなる、そういった問題をぜひ知っていってください。何卒よろしくお願いいたします。横浜の皆さん、こんにちは。今日はですね、皆さんに日本の変わりゆく家族の形を、頭の隅に留めていただけたらなと思います。日本はもう間もなくですね、私は断言しますよ、共同親権、共同養育、共同監護という形にシフトしていきます。これにはね、ちゃんと理由があるんですよ、ね、女性も男性も社会に進出していく。昔はお父さんが仕事してお母さんが子供の面倒を見るって時代でした。でも今違いますよね。でしたら子供は2人で面倒を見ていく、そういう形ですよ、ね、世界から今日本の家族の形がおかしいというふうに非難を受けてるわけです ね。国連から怒られ、アメリカから怒られ、フランス、イタリア、こちらについては大統領から安倍前首相に直接怒られました。その後 EU から怒られ、でまたアメリカから怒られ、イギリスから怒られ、オーストラリアに限って言えば旅行会社に皮肉を言われる始末ですよ。日本は家族の形を世界水準にしていかなければいけないですね。それが今もう皆さんに言っていた離婚後共同親権、共同養育、共同看護、この形なんです。シェアードカスティとか、ジョイントカスティという言い方もありますけど、まあ離婚後共同親権という言葉で覚えていただければ、よろしいかと思います。ね、子供目線で考えてくださいよ。パパもママも今まではパパかママかでした。でも離婚してもパパはパパ、ママはママのままですね。今の日本の制度では、ね、単独親権ですから、ね、パパはパパのまま、ママは他人になってしまうかもしれない。逆にママはママのままだけどパパは他人になってしまうかもしれない。法律上赤の他人になるなんてことはありえないですよ、ね、生物学的に親子なんですから、これも基本的人権なんじゃないですかね。こんにちは。ね、共同親権で検索したらもうこの辺のことよくわかると思います、ね、お手持ちのスマホを使ってぜひ調べてみてください。こんにちは。ね、今日本は子どもの権利を守っていないと世界から怒られています、ね、子どもの権利条約、ね、日本は1994年に子どもの権利条約に批准しております、ね、26年も経っているにもかかわらず子どもの権利が守られていないではないかと世界から怒られているんですよ、ね、子どもの権利条約9条1項の第1文にはこう書かれているんです。締約国は児童がその父母の意思に反して引き離されないことを確保するというふうに書かれているんですね。しかし現状今日本という国がこれを守っていない、ね、行政も司法も守っていないんですよ、ね、例えば行政、一例として児童相談所ありますよね。皆さん気をつけてくださいね。調べることなく親から子供引き離しますからね。私の知人は2ヶ月児童相談所に子供監禁状態ですよ。学校も行かせてもらえない、ね、親との連絡手段も断たれる、こういう状態ですよ。それから司法、家庭裁判所、ね、家庭裁判所もまたひどいですよ、ね、子供と離れて暮らす別居親と子供と、ね、もう頭使
朝はね、月1回、2時間ですよ、2時間、ね、それまでどれだけ一緒に遊んでいてもそんなん関係ない、頭使わずに月1回2時間と判断するんですよ、ね、1ヶ月720時間、2時間って何パーセントか分かります？ 0.28% ですよ、ほぼほぼ 0% その点、諸外国は 20% を達成しているんですよ、ね、諸外国 20% の中、日本ほぼほぼ 0% だから世界から怒られる、ね、ここを直していかなきゃいけないところですよ。これ皆さんね、離婚してなくても別居状態でなくても身の回りに起こりうる、ね、そこらで起こりうることだということをご理解いただきたいです。ね、3組に1組が離婚する時代ですよ。ご自身が離婚しなくてもね、両隣に誰かいたら、右か左かどっちか離婚しますよ、ね、親戚、ね、兄弟とか必ず身の回りに起こりうる話です、これ、ね、親戚に起こりうるってことは、ね、親戚、その一方の親の親戚、いとことかはとことか全部会えなくなってしまうんですよね、1ヶ月1回2時間の中で自分は会えるかもしれない、でも親戚は会えなくなってしまいます。もうこの仕組みやめましょう。世界の基準に合わせていきましょう。横浜の皆さん、こんにちは。本日は日本の離婚後の親権制度の問題について周知活動を行っています。日本は離婚すると単身親権制度という制度を取っています。この制度は離婚したときに片方の親に親権を与えて片方の親から親権を奪います。親権を奪われた親は良くても1ヶ月に2時間、もっとひどいと全く親子が会えなくなる、そういった法制度です。諸外国先進国は共同親権という制度を取っています。離婚しても子供がパパにもママにも会える、パパもママも子供の養育に関われる、こういった法制度が共同親権です。約30年以上前にほとんどの国がこの共同親権に法改正をしています。なぜ日本は今30年経ったこの時代に単独親権制度のままなのでしょうか。1994年、子どもの権利条約に日本は批准しています。子どもの権利条約の中には親と引き剥がさされない権利というものがあります。現状の日本の単独親権制度はこれを守ることができない法制度です。国連からも勧告を受けています。欧州議会では2020年7月批判決議が行われ686票という圧倒的な票数で批判決議が採りました。これは日本がこの子どもの権利を守ることもないことができない法制度を取り続けているからです。僕の子どもはこのパパに会いたい、パパに会えなくて寂しい、パパと遊びたいと言ってくれていますが、現状1年9ヶ月の間に5時間しか子どもと会えていません。子どもは僕と会えていません。僕の母親であり、僕の子供にとっておばあちゃん、おばあちゃんは孫に1年10ヶ月会えていません。ナイス。これが簡単にできてしまう法制度が日本の単独親権制度です。ぜひこの問題を知っていただいて、選挙の際は共同親権、共同確保、共同養育といった言葉を使っている政党の政治家に投票していただきたいと思います。日本が子どもの権利を守るために、子どもの心を守るために、子どもの未来を守るために政権制度の法改正は必ず必要です。ぜひビラを取っていただいて、子どもの手を知っていただきたいです。日本は子どもの権利を今守ることができない国です。国連からも勧告を受けています。なお兄さん、この問題を他人事とは思わず、ぜひ自分事として考えていただきたいです。3割が離婚する時代、そして子供と会えなくなる、子供
国の中では日本だけなんです。このままでいいでしょうか？僕はそうは思いません。子供の未来を守るために、心を守るために、ぜひこの問題を気にしていただき、共同教育、共同親権が当たり前の国に変わっていこうじゃありませんか。ぜひご協力をお願いします。本日、大阪からやってまいりました。難しいことは自分は分からないんで、自分の身の上を説明します。自分は2年間息子と会えてません。大阪と大分県で離れて面会交流調停、子供と会いたいがために起こした調停も無限にされ、2年間で会えたのは裁判所で30分面会しただけです。原因は、妻の不正なんですが、一生懸命妻も働いて、妻も子育てを頑張ってまいりました。僕も一生懸命働いてきました。何かどこかで歯車が狂ったのか分かりませんが、いつの間にか子供を連れ去られ、ある日家に帰ったら、預金通帳、火災道具、息子、すべてを持ち出され、何もない状態で何日も過ごしました。引っ越し屋の空き箱の上で弁当を食べ、涙を流し酒を飲み、そういう日々を何ヶ月も続けてきました。そんな世界を、ここにおられる方々は味わっております。そしてそれ以上に苦しいのが子供たち。私の息子は今年の7月の七夕学校行事で短冊に自分の夢を書きました。その夢の中身は、父ちゃんに会いたいと、同級生がパイロットになりたい、 YouTuber になりたい、そんなことを書いてる中で、うちの息子はただ一人父ちゃんに会いたいと、七夕の短冊を笹に巻きつけました。皆さん考えてください。子供が親に会いたいっていう気持ちをね、そんな風に表現してるんですよ。その表現してる気持ちをこの国は何一つ理解してくれない。子供が会いたい、子供が親と暮らしたい、少しでも時間を共にしたい、そういうことを考えてくれないんですよ。そしてさらに、先週うちの息子は地元の社会福祉協議会役場に行きました。そこに子ども相談室にわざわざ自転車で何キロも自転車を漕いで子ども相談室に行き、お父さんに会うにはどうしたらいいのか、僕はお父さんに会いたいんだけどどうしたら会わせてもらえますかと相談に行きました。もうそんな世の中を変えていきませんか、皆さん。本当に子供が親に会いたい、パパに会いたい、ママに会いたい、そういう気持ちを素直に理解してあげましょうよ。それには私たち当事者だけでなく皆さんの理解が必要なんです。先ほども会えない虐待の当事者も話してました。親の愛情が不可欠だと。親の愛情こそが子供の栄養分なんですよ。お金を渡そうが飯を食わそうが、それはただ体がでかくなるだけ、心は何一つ大きくなりませんよ。子供は日本の根幹ですよ。これからの日本を作っていく、そういう子供たちの心をもっと大きく育ててあげましょう。それには私たち当事者だけでなく皆さん、幸せに暮らしている皆さん一人一人の民意、理解、ご認識も必要です。どうかビラを配って手元にもらっていただいて、ぜひお読みください。電車の中でも
構いません。バスの中でも構いません。目を通していただければ、今の日本の問題を映し出しています。その中で少しご理解をいただければと思っております。子どもたちの気持ちをこれ以上無限にするような国づくりをやめましょう。皆さん頑張っておられます。議員の方々も各議員さん、国会議員の先生、地方議員の先生、皆さん頑張っておられます。その民意を皆さんもっと広げるには皆さんの民意が必要なんです。七夕の短冊に父ちゃんに会いたい、何キロも自転車を漕いで子ども相談室に駆け込み、父ちゃんに会うにはどうしたらいいかと、もうそのような子どもたちを増やすのはやめませんか。本当に大切なことは子どもへ、子どもたちに両親がしっかりとした愛情を注ぐことなんですよ。そういう優しい世界をこれからもこれから作っていきましょう。そのためにもぜひ皆さんのご理解、ご協力、ご認識をお願いします。本当にお願いします。手元にあるチラシご覧ください。少しでも足を止めてチラシの中を見てください。子どもたちの痛み、苦しみが描かれてます。僕たちが会いたいんじゃないんです。そりゃ僕たち親も会いたいけど、その何十倍も何百倍も子供は親に会いたいんです。親の愛情が欲しいんです。どうか皆さん、私たちだけでは力不足なんです。皆さんのご認識をいただき、子供たちのために未来を作っていきましょう。変えていきましょう。どうかよろしくお願いします。今日はありがとうございました。横浜の皆さん、本日は日本の離婚後単独親権制度について知っていただきたくて、出席活動を行っています。結婚のしているときは共同親権です。しかし、離婚後すると日本は単独親権制度というものを取っています。諸外国、先進国はどの国もほとんどが共同親権です。これは離婚をした後も子供は父親にも母親にも会える。母親も父親も親として大人として責任を持って子供を養育する。親が離婚をしても責任を持って子供と関わっていく。これが共同親権です。しかし日本の離婚後単独親権制度は、離婚をした際片方に親権を持たせ、片方の親が親権を失う、こういった制度です。親権を失った親は1ヶ月に2時間しか子供と会えなくなります。もしくは全く会えなくなります。仮に1ヶ月に2時間会えてたとして、1年間で24時間、365日で1日間しか子供と関わることができなくなります。これで本当に親子と言えるでしょうか。子供が突然大好きだった父親に会えなくなる、大好きだった母親に会えなくなる、これは子供にとって虐待です。子供は日常的に虐待を行っている。日本は子供に日常的に虐待を行っている、そういう国だと海外では評価を受けています。日本は1996年子供の権利条約に批准しました。しかしこれを守っていないとして国連から勧告を受けています。日本の単独親権制度は子どもの権利、子どもの未来、子どもの心を守ることができない制度だと海外で評価されています。2020年7月、欧州議会では686票の圧倒的な票数で非難決議がされました。
これは日本が単独親権制度を続けて子どもと親が会う機会を失ってしまう、そういった法制度を取り続けているからです。ぜひ今日配っているビラをご覧いただき、この問題について知っていただきたいと考えています。本日は日本の離婚後の親権制度について周知活動を行っています。日本は離婚をすると単独親権制度を取っています。単独親権制度は離婚をした際、片方に親に親権を持たせ、片方の親が親権を失ってしまう、そういった制度です。親権を失ってしまった親は子供とほとんど会えなくなります。僕はまだ現在離婚をしていませんが、2019年1月から1年10ヶ月の間で子供と5時間しか会えていません。これは子供にとっての虐待ではないでしょうか。子供が突然大好きだった親に会えなくなる、こういったことが簡単に起きてしまう、それが今の日本の法制度です。先進国、諸外国は30年も前に法改正を行い、共同親権、共同監護、共同配慮といった法制度に変更しています。これは子どもの未来、子どもの心を変えていくため、守っていくために法改正が必要だったんだと考えます。日本もこの法改正が必要な時が来ていると僕は思います。この問題を多くの方に知っていただき、共同親権、共同養育、こういったものにご興味を持っていただきたいと思います。3割の人間が離婚する時代です。これは他人事ではありません。おじいちゃん、おばあちゃんが突然孫と会えなくなる、子供が突然親と会えなくなる、こういったことが日本中あらゆるところで起こっています。子供の権利を守っていない国として国連から日本は勧告を受けています。子供の権利条約の中には第9条親と引き離されない権利があります。これを守っていない国として日本は今評価を受けています。ヨーロッパ、アメリカからも非難を受けています。共同親権が当たり前の国では子供を連れて出ていくこと、これは誘拐なし、こういう扱いを受けます。国際結婚が増えている今、日本人の父親、母親が子供を連れて日本に帰る、これはハーグ条約にも違反します。お父さん、外国人のお父さん、お母さんは今、活動して日本を避難しています。単独親権制度のでは子供の心を守ることはできません。子供の未来を守り続けることはできません。法制度の改正が必ず必要だと思います。今配っているビラをぜひ見ていただいて、この問題を知っていただきたいです。そしてご協力いただきたいです。今日集まっているここの仲間はみんな子供に会えなくなっている親が集まりです。よくこういう話をすると DV とか不倫とかしたんじゃないか、僕たちに何か責任があるんじゃないか、そういうふうに言われることもあります。 DV やっていません、不倫もしていません、生活費ほとんど払っていました、家事育児4割5割やっていました、でも今子供に約1年10ヶ月会えていません。なんでこんなことが起こるんでしょうか。これは日本の親権制度と裁判所の運用に問題があります。こんなことを大人として当事者として僕は許しておきたくありません。30年も前にほとんどの国が共同親権、共同養育、共同担保、共同配慮といった法制度に法改正をしています。日本も今単独親権制度から共同親権に変わっていく必要があると考えます。ぜひこの問題を知っていただきご協力をお願いします。ご通行中の
私たちは共同親権、共同養育についてご理解いただきたく活動をしております。私は今千葉県に住んでおりますが、これまで、ここで横浜で、9年間仕事をしておりました。こちらの生活の中で細々とした都市生活、余裕のない生活、離婚、子供が親に会えないというようなことも多く起こっております。子供たちに接するような仕事をしてまいりましたので、私はこの横浜の状況がどういうものか長らく感じておりました。私自身は実際に今子供に月に数回かろうじて会えている状態です。子供たちは私に会うことを喜んでくれて、私も本当に嬉しいのですけれども、このようになるために、様々な苦労がありました。私は横浜で9年間仕事をした後、妻の仕事転勤に合わせて関西の方に移りました。生活の中で共働き、家事、子供を育てる様々なことありましたが、現状として日本の法律の制度は子供たちにとっての2人の親、その2人は自由に子供が会う、愛情を受けるという保障を未だ与えておりません。仕事の制度についても片親がたくさんの給料を得る代わりに転勤、転職、当たり前の状態で仕事の形態はなかなか変わりません。このような状態で両親が安定して子供を育てることができるでしょうか。また片親の都合で動く場合に子供を親とのつながりを保障するものは一体何でしょうか。20数年も前から多くの先進国がこうした子供と親とのつながりを保障するべく、子供の人権条約に合わせて大きく各国の国内の法律を変えてまいりました。そうした流れに乗らず、未だ片親の実家の両親に頼って無理して働く、そういうスタイルがはびこっているのが、この早くに先進国となった日本の特徴です。この状態では両親が安定して勤めて、そしてお子さんたちが平和に両親と関わり続けることができません。先進国の中でこういった国内の対応、子供が育つまでその子供の親である2人とアクセスするつながりを保ち、こうした制度を国内以外のところでは早くに法整備整えてきたところなんです。日本だけがずっとその状態を変えずに、古い家制度のまま、家制度に固執したまま法律を変えずに来ています。どうか皆さんには子供の目線に立っていただいて、子供が自由に、たとえ両親に事情があって、両親の事情で別れるようなことがあっても、お子さんには自由に自分の生みの親である父親、母親に関わり続けることができるように、法制度の改善、改革をご理解、ご協力いただきたいと切に願っております。私も当事者の一人として、無理して仕事を二度捨てました。もう離婚だというような宣言の中、無理して仕事を捨てました。
子供を誘拐する子供の連れ去りというのは誘拐です。子供にとっては明確な虐待なのです。これを許してしまっているのが離婚後に片方だけが子供を看護するという古い制度を残した日本の先進国の中で日本だけの特徴なんです。これを変えなければ実力行使によって引き裂かれる子供たち、また子供を引き裂くことによって生まれていく離婚、これが後を絶ちません。これを変えていかないことにはお子さんの十何年もの成人までの時間が片方の親と関われないという状態で、実力行使の離婚によって子ども時代が損なわれてしまうんです。こういった古い制度は先進国の中では日本以外にありません。この状況を変えるために私たちは活動をしています。共同養育、そしてそれの元となる共同親権、離婚後に片方に親権を渡す、片方から親権を奪うという古い制度を改める、もともと夫婦が持っている共同で子供を、それぞれが子供を育てていく権利を維持するための法改正です。どうぞご理解とご協力よろしくお願いいたします。ビラを配っております。どうぞよろしくお願いいたします。パンダはい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 パンダです。パンダはい単独親権なんですかそれ。え、離婚したら子供に会えない、なんだそれ。え、日本だけ、え、日本と北条国だけ、そのわけのわからん制度、え、そういつまでやってんの。え、皆さん子供に会いたいですか。会いたいんですよね。ここで今一生懸命ビラ配ってる人、はい、我々旗持ってる人、のぼり持ってる人、マイクしてる人、この人たち我が子にですよ、自分の大切な子供会えないんですよね。これどういうことか分かりますか。自分が今まで育ててきた子供たち、ね、毎日毎日過ごしてきた子供たち、突然会えなくなる、ね、親やのに会えなくなる。日本には60年もずるずるとおかしな制度が残ってるから会えないんですよね。わけのわからん制度、単独親権制度という変な倦怠なね、おかしな制度がいつまでもいつまでもね、ずる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 だら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 と張り込んだまままま張り込んだまま残っとるんですよ。60年もですよ。おかしいですよね。いい加減気づいた方がいいですよ。日本人こんなこと報道できませんよね。報道しましたよ。バイキングでね、畔蒜優さん連れ去ったね、子供を連れ去った、これ合法なんですよね。罰則ない、連れ去り放題、連れ去り天国、それ今日本です。日本揶揄されてるんですね。海外は共同親権って言ってね、離婚してもちゃんとどちらにも親権があるね、共同親権知ってますか。共同親権ね、これ我々当事者になってから気づいた人たちもいますね。我々の子供、僕らに会いたいって言ってるんですよ。パパにもママにも会いたい、お父ちゃんに会いたい、ママに会いたい。僕ら会ってあげられないんですよ。これビラ配ってる人たち、のぼり持ってくれてる人たち、僕ら子供に、子供がですよ、子供が僕らに会いたいと言っているのに僕ら会ってあげられないんです。こんなおかしなことが日本では起こっていることに我々はまだ気づいていない、ね、海外からはもうバカにされちゃってるんですよ。日本は子どもの権利条約を守っていない、ね、子どもを虐待する国だと言われちゃってるんです。こんなことなかなか報道できないですよ。報道してることはコロナ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 ばっかり。え、コロナでまた死んだ、またコロナ感染した、1500人ですか、
コロナ感染死んだ人1500人、これね、正月でね、お餅詰まって死んだ人と同じ人数なんですよ。1500人で、ね、毎年お餅詰まって死なれる方と同じぐらいの人数。インフルエンザはどうですか？何万人も死んでるんですよ。インフルエンザの方が怖いですよ。報道してることに真実があるわけじゃないですよ。報道の裏にこそ本当の隠れた真実があることを皆さん知ってください。クッションを持ってください。子供が苦しんでるんです。子供が虐待に遭ってるんです。単独親権制度、これ未だ守ってるの、いいですか？日本と北朝鮮、それぐらいですよ、先進国で。アメリカ、え、ヨーロッパ、イタリア、イギリス、フランス、ちゃんと子供に権利がある、ね、共同親権制度。離婚したってパパにもママにも親権があるんですよ、ね、それ海外から見たら当たり前の話。え、日本親権ないの？え、離婚したらどっちかに親権が、離婚なの？何それ、変な国。親権の争いをさせる、親権の奪い合いをさせる、こんな愚かな程度いつまでやるのかな。日本はおかしいな。やめようよ、やめようと我々は立ち上がった団体でもございますよ。子どもの権利をしっかり重視する、子どもの人権を強化する、そういう我々は声を出し合って立ち上がった団体ではございます。要するにですね、離婚したらどっちかに親権が行くというわけのわからん制度、ね、パパかママか、どっちと一緒に過ごしたい、どっちと一緒に住みたい、ね、これ聞いたことあると思います。そんなこと、そんな愚かなことしなくていいんですよ。本当はちゃんと離婚してもね、パパにもママにも親権やったらそれでおしまい、それでいいじゃないけど、日本はやりませんよ。まだまだね、動いてる議員さんたちたくさんいます、ね、応援してくれてる議員さんたち、維新の会の人たちたくさんいてます。ありがとうございます。我々励みになってます。しかしまだまだ民意が足りない。このことをね、この通行人の方々たち、すいません、大きな声で今日だけ勘弁させてもらってもらえませんか。この問題なかなか知らないんですよね。我々民意がいるんですよ。この問題をたった一人でも多く、今日たった一人でも多く伝えるために、僕らここでマイクでギャーギャーさせてもらってます。これ本当はしたくないんですよ。僕今日大阪から来ました。はい、福島から来られてる方います。もうね、今ね、なんや言ったら DV 大きな声出したら DV ね、お前言うたら DV、 大きなドアドーン閉めたら、はい DV、 お前言うな DV、 バカ DV、 卵8個買ってこい、10個買ってきたよ、はいこれ DV、 もうなんでも DV、 もう僕らみんな DV ですわ。DV 言われてね、でね、新居奪われてね、DV 言われたら警察が来るんですよ。警察すぐ動いてくれますよ。え、DV ですか？わあ、調べもせん。DV がな、どこにどんだけあったかって調べもせんと、DV や言うて警察がちゃちゃっと動いてね、うわーって言ってね、で子供をうわーって奪って、もう親権も奪ってね、ほんで挙句の果てには離婚弁護士とかいうね、わけのわからん弁護士がね、お金までね、子供のことでお金取ったりね、養育費決めましょうってね、養育費からねピンハネするんですよ、弁護士なんて。これやってるの日本だけ。これもアホ、日本だけやっとるんですよ。養育費ピンハネする国も日本ぐらいやと思いますよ。多分海外はしないみたいです。養育費、子供のことでお金取らないんですって弁護士さん、ね、え、怖い国だっていうことをやってるのが日本の闇なんですよ。これ弁護士さんがね、お金をピンハネするというわけのわからんこと、これいつ終わるかな、ね、え、だら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 と、もう聞いたら指つってきた。60年も続いてるって言ってね、もうアメリカはもう30年前にとっとと共同親権だって、これね、民衆が騒いで、もう変えようや、もう子供にも権利を与えよう、共同親権ね、単独親権が共同親権、単独親権が共同親権にどん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 なってるんですよ。これね、共同親権になろうとしてる国はたくさんありますよ、これからもね。ただね、この逆、共同親権から単独親権になった国ってありますか？ありません、ないんですよね。共同親権から単独親権に変わった国ってないんですよ。これ反対派ね、これ反対しようがあります？どこ反対したんですか？世界中がこれにした方がいいっていうことに反対したってどうでもないですよ、ね、
共同親権、子どもの権利をしっかりと考える、子どもの人権を強化する、ね、共同親権、子どもの権利がね、強くなればね、そんな子どものことでお金を取るとかね、そんな子どもの、ね、親権の奪い合いとか、愚かなことしなくていいんですよ。さっきね、ランさんがね、片親でね、母子家庭で育てた、実は僕もなんですよね、僕も片親で育って母子家庭でしたよ。で、母親から僕は虐待を受けてました、ね、耳かじられたりね、血出たり、痛かった、ファミコンのね、アダプタしてます、黒いアダプタ、あれで殴られた時は痛いんですよ。あと布団叩きね、布団叩きで叩かれたらね、耳つばれになってすごい残るんですよ。あれ痛い、今でも覚えてるんで、まあ、そんなことはね、どうでもいいんですけど、なんで僕もね、語られたって自分の父親がどんなもんかっていうのをね、僕も知りたかった、会いたかったね。けど日本は単独親権、僕の父親はどんなんやった、自分の父親はどんなんやった、そんなもん今から探してトライすんねんと、怒られましたよ、私も。どっかりましたよ。そのまま、余計なこと考えるなと、ね、ネットをかけられたこともありましたね。あれは来たんだ。僕はこの50年になるまで、知らなかった。ね、僕も結婚して、子供生まれました。大事な一人息子ですよ。自分の息子、それは自分の経験してきたことをですね、自分の息子には1ミリも出したくないっていう熱い強い思いがあって、もう僕は子育てしてきましたよ、ね、そりゃそうですよね。この子だけは自分のことを経験させたくないと、ね、それでね、奥さんにね、ちょっと子供に対して熱すぎるんじゃないかと言われてました。で、僕は子供に対して熱すぎるって何を言ったんだね、それぐらいの勢いで、まあ、やってたつもりです、まあ、そこにね、もしかしたらね、僕のうまいことができたかもしれないかなっていうことをね、自分でも反省しないといけないんですけども、まあね、夫婦喧嘩の、発端で、ね、EV だと言われて、ね、子供を連れてかれました、ね、自分の子供ですよ、連れてかれた、連れてかれた途端に会えなくなる、会えなくなる制度がある、ね、子供は僕と毎日過ごしてた。仕事終わってからも面倒見てた。休みの日は父ちゃん連れてって、こっち連れてってやると連れてった、ね、そんな息子もですよ。あの日突然奪われてしまう。僕だけじゃない、今ここで見集まってる人たち、登り持ってくれてる人たち、みんな子供に会いたいんですよ。子供はここの人たちに会いたい、子供がパパに会いたい、ママに会いたいって、いくら叫んでも僕たちは会ってあげられないんですよ。どこに住んでるかわかんないんですよ。我が子ですよ。自分が毎日育てて手塩に育てた、イスラムですか、自分の子供、会いたいって言っても会ってあげられないって言っても、日本は、ね、インドは内教だろう、ずっと仕事してたのに、インドはママって何が気になるんだ、この違いは、2つの違いは、会ってあげられない、宗教か男性は DVDV を言われ、奥さんの方はネグレクトと言われ、レースを見てる方が不利になる、おかしな制度を今でも守ってるがゆえに、真面目に子育てしてる人がいつも不利になるんです。なぜこの平和な平和な国の憲法が守られないんだと思う日本だけ、そこに闇があるんだ。気づいてるんですか、パンダ取った方がいい。離婚っていうのはさ、男が離婚したって女が離婚したって。
ということでね。ですよ、経済的な問題だ。早く変えたい。それと経済早く変えたい。浮気どっちかしらって言うか。たった一人でも。たった一人でもいいです。これビラ取ってちょっと勉強してってもらえたら我々助かります。ビラ配ってる人たち、子供に会いたいのに会ってあげられない親たちです。子供が会いたいと言ってるんですよ。僕らの子供、僕らに会いたいって言ってるんですよ。けど僕ら会ってあげられないんですよ。どこに住んでるのかもわからない、おかしな制度のせいでいつまでもいつまでも会ってあげられないんです。今幸せに暮らしてるお子さんと一緒に暮らしてる家族の皆さん、ある日突然それがやってきますよ。気づいた時にはもう遅いんです。気づいた時にはもうこの問題の被害者なんです。それが我々です。女性の方もいます。一生懸命ビラ配ってくれてます。旗持ってくれてます。女性の方はネグレクトと言われて真面目に子育てしてたのに、ある日突然子供に会えなくなる。男性の方、一生懸命ビラ配ってる人たち、上り持ってくれてる人たち、遠いとこから来てくれてます本日も。けど我々子供にやってあげられない、おかしな制度がいつまでもある。日本は単独親権制度、世界は共同親権。単独親権制度を守ってるのは日本と北朝鮮ぐらいなんですよ、ね、あの拉致国家の北朝鮮にすら日本は拉致帝国だと言われている、揶揄されている。世界中からも日本は子どもの権利条約を守っていない、日本人は子どもの虐待する国だと、虐待する国じゃないかとずっと言われてるんです。早く気づいてください。目を覚ましてください。2年前のフラのユアちゃんの事件を思い出してくださいよ。あんな可愛い5歳の女の子ですよ。離婚して片親が育てて、母親の交際相手わけのわからんやつにダブリ殺しにされて、虐待にあってむちゃくちゃにされて殺されて、5歳の女の子が遺書にね、前のパパが良かったと、5歳の女の子にですよ、5歳のちっちゃな女の子に前のパパが良かったって遺書書かしてるんですよ。遺書書いてるんですよ女の子。そんなことが現実に起こっている、そんなおかしなことが起こってるんですよ。虐待国だと世界中から言われてるんです。調べてもらったら分かりますよ。日本は虐待国だと揶揄されつつあるんですよ。もっと子どもの人権を強化しないといけません。子どものことで弁護士さんお金取っちゃいけませんよ。子どもにね、面会交流で子どもに合わせる、子どもに合わせます、お金ください。その代わり子どもに会えるならお金払います、反抗します。反抗をしてば最後金だけ取られて子どもには会えない。お金は取られるけども子どもには会えない、そういうことが可能なんですよね。相手方の意思のみだけで子どもとの交流は決められちゃうんですよ。そうですよね。そうです。そんなおかしなことはまかり通しなんですよ。いつまでも日本はもうやめましょう。子どもを人質にするな。子どもは親の所有物じゃないんですよ。もっともっと声を上げてほしい。もっともっとか。もっともっと顔出してほしい。パンダ顔転がっとるから。もっともっと僕たちはこの問題に対してこの活動をやめるわけにはいかない。早くやめたいんですよ本当は。解散しようぜ早く。早く終わりにしたい。ただ日本は
子供の権利をなかなか重視しない作れないもんですから、僕らが子供の代わりになってここで叫ぶしかないんですよ。子供はこうやって叫べないんですよ。もういい加減終わりにしたい。こんなとこで許可取ってね、マイクでヤーヤー言うのももういい加減うんざりですよ。もう早くやめにしたい。単独親権から共同親権になって、子供が自由に会えたらそれでいい。子供が親に自由に会えたら単独親権だろうが共同親権だろうがどうでもいい。それが普通だと思います。子供の未来を考えましょう。今の子供たち苦しんでます。だって大好きな父親、母親に会えないんですもん。